お香城は南国市お香町にあるお香山に築かれた山城です。お香山がある花鳥平野にはいくつかの丘陵が点在し、南斜面には国分川が流れ、西から南にかけて湿田となっています。城が機能していた時代も湿地帯が存在していたと思われ、まさに自然の要害となっていました。お香城は四国を代表する戦国時代の武将長宗我部氏の居城です。お香城の築城年代は不明ですが、15世紀後半から大高坂城に移転する1588年頃まで存続したものと考えられています。長宗我部元親は国親の長男としてお香に生まれました。兵力を整え規模を拡大していった長宗我部氏は土佐中央部の覇権をかけ本山氏と対立します。激戦の最中、国親は病死、家督を継いだ元親は本山氏の朝倉城を激戦の末攻略し、本山氏をはじめとする有力国人を相次いで降伏滅亡させ、1575年土佐統一を果たしました。お香城は山頂部の爪の段を中心に帯状に周りを囲むようにして曲輪が形成されています。爪の段から西側には3の段、4の段が築かれました。爪の段から東側には尾根状に広い曲輪となる二の段を築いていました。二の段からは建物跡の遺構は確認されていませんが、陶磁器片などが出土しています。二の段と爪下段の間に堀切りが築かれています。爪下段からは礎石建物跡一棟や三の段への通路と考えられる遺構も見つかりました。爪の段から中穴や建物の基礎と考えられる石敷遺構、礎石建物跡が確認され、お香城の中心的な建物跡と考えられています。三の段では礎石跡が見つかり、曲輪の幅いっぱいに建物が建っていたと考えられています。城内には横堀の跡が残っています。幅は 2.5 メートル以上あったと考えられています。城内の各所に縦堀の跡も残っています。爪の段がある丘から西南方向に伝馬屋跡曲輪があります。周囲は急な斜面に囲まれていて、戦いの際西側からの攻撃に対し爪を中心とする本城を守る出城の役割を果たしていたと考えられています。
工場は2008年に国史跡に指定され、2017年には続日本百名城に選出されました。関連したイベントも多数開催されていて、地域のボランティアの方を含めて日々整備され続けています。歩行城は地域や全国の歴史ファンに今も愛される城として生き続けています。